はい、新しい週になりました。3月28日月曜日ですけども、先週いかがでしたかね。ヒゲにこだわってヒゲ解説を徹底的にさせてもらいました。で、特別講義もつけましたけども、それをご覧になった上でのこちらの今週からの通常のね、相場解説じゃないかなと思いますけども、まあ週が変わりましたので週足の方から見ていきましょうか。じゃあ早速画面を切り替えていきましょう。はい、週足を見ていただきます。これローソク足1本が1週間なんですけども、いかがですか。ここ3週間勝ち上げてるでしょね。私が120円に向かうよって言ったのがもうね、ここですよ。で、一直線に120円を突破して今122円、まあもしくはね123円に行くんじゃないかなって色めきだったところもあると思いますけども、とりあえずこの3週間はバイで行こうというふうにお話したのがここ、バイ&バイって言ったのがここ、バイ&バイ&バイって言ったのがここ、全部取れてるでしょね。ここで数万とか数十万単位取ってないと今年一番のチャンスだったと思いますよ。うん。で、そのね、前提としては何があったかというと、例のね、ロシアの侵略戦争ですよ。そこによってファンダメンタルがぐっちゃぐちゃになってるところがここです。だから私はトレードをしないと言ったんですけども、トレードをしててもいいことないでしょ、こう考えてみたら。上下に揺れてるわけですから、じゃあ一方的にね、ブレイクして一直線になって明らかにトレンドが発生してるよって言った時に乗った方がいいじゃないですか。まあ私たちの相場解説ってのはトレンドが発生した時にどう取るかですよ。トレンドが発生した時にどう取るかですよ。だから箱の中を取りましょうって話じゃないんですよ。箱の中をね。わかりますかね。まあこういった形で週足を見ても一方的にバイだってってことが振り返れると思います。まあですんでね、3週間前に私がファンダメンタルがいっぱいあるから、ちょっと今はね、やりませんよって言った時に、どういうふうに皆さんが感じたかですよ。あ、久保さんがそう言うんだったらしばらく見とこうかっていう風に素直に受け入れてくださった方はブレイクでもエントリーできたはずです。でもね、いやいや久保さんはそう言うけども自分の判断でやっていきますよみたいなね、そういった形だったらどうだったのかなっていうことですよね。よくよく振り返って自分の敗因がどこにあったかを確認すること、そして今回たくさん勝った方も私の解説がなくても勝てるようになるためにはどうすればいいのかなってことで一歩進んでみてください。では次、一日足を見ていきますね。1日足、はい、1本が1日です。さあここをブレイクしてエントリーしたってお話ですよ。もう言うことはないですよね。途中で青もちょっとありますけども、ほとんど無視してもいいような状態ですよね。まあゼロラインとか半分決済半値決済とかを進めながら慎重にいくとか、新規の売りを買いを立てるときは今までの利益の半分でいくみたいなね、それから逆に追撃追撃で利益を積み重ねていくタイプもあると思います。ここは軽く流しておきましょう。で、4時間です。4時間はもうね、一本線になってると思いますよ。一本線に。ここがブレイクのポイントですよね。ここを超えて入っていけばいいということで、全時間軸がもう買いのトレンドでしょ？右がトレンドでしょ？だからこれでね、売りを検討するなんて愚かな話ですよ。ロスカットを食らうまでずっとバイでいってくださいっていうことです。じゃあこの辺ちょっと動きが今までとは違うところが見受けられます。でも下に行ったにしても大きなヒゲを出して結局上に突き上げられているところを見れば、ヒゲ解説でもお話しましたけども、戦略的に売りを立てて戦略的に買いを立てている、それが重なったのが超上級者のたった一部の方が巨額な資金を持って自信を持ってエントリーをしていって切り返したところも決済しながらエントリーしているのがこの矢印のところです。だからこのヒゲの仲間に入るっていうのは上級者の上級者ですから我々には無理です。だからこういったヒゲを見ながら、じゃあ次の動きはこうだよねっていうふうに考えていくと、まあ右肩上がりが継続って考えます。ロスカットを食らうまでね。じゃあ最後に1時間見ていきます。ロスカットを食らうまで買いでいかないといけないんですよ。だから一部の方はここでロスカットを食らってると思います。なぜなら上級者がここで売りを立てて、しかもここでもう一回買いを立ててるからなんですよ。決済しながら今度は売りを決済しながら買いを新規で立ててるんですよ。このヒゲの中に私がそのヒゲ解説徹底解説でお話したような10分ぐらいの動画、あのぐらいの解釈が成り立ってますかってことですよ。成り立ってます？成り立ってないでしょ。成り立ってないってことは私の解説がなるほどと響いてるはずです。ですんで、次はねそういうふうに考えてみてください。で、特徴の2つ目、ね、上昇していったものがこうやって平らになった状態で下に向かったのと、あとはここにはないですけども、チャートがね、
こういうふうに切り立った状態で下に向かうのと全く違うんですよ。これとこれ。ね。こっちも長くしましょうか。これ似てますけども、じゃあどっちがね、相変わらず、継続して下位の方に行くのかってことなんですよ。ここは揉み合ってるでしょ。ここは揉み合ってないでしょ。この違いですよ。ここ揉み合って横になってるんですよ。だいたいこういうふうに台形になった時っていうのは、ストーンと落ちるケースがあるかなと思いますね。で、この尖ったやつはまださらにこうやってエリオットみたいなんでね、裏付けを取るんですけども、突き抜けていきます。さもなくば、さもなくばですよ。こういう形もあります。ダブルトップを書いて下に行くみたいなね。もうダブルトップは皆さんご存知でしょ？こういうふうに。うん。だから、この角ったやつ、尖ったやつも2個3個続いたらダブルトップ、トリプルトップを形成するんですよ。でもその、この角ったやつが小刻みに来てるから、こういうふうに平らに見えるってことですからね。小刻みに来てるってことは、小刻みに、この動きもあるって、釣り合っちゃうわけなんですよ。で、釣り合いが片っぽに抜けていく。つまり、この度は、買いのポジションがなくなっていって、新規の買いが立たなくなって、売りの、ポジションと売りの新規が、勝つんで、こういうふうに進むわけですよ。ね、買いの圧力があって、売りの力がある。でも、やっぱり買いの力が勝った。勝ったんだけど、ここでまた、やっぱり売りの力が強いよってことで、均衡が破れたのが下に向かうところです。この、ね、右の形と左の形。見分けがつけるようになっておいてくださいよ。今お話ししましたよ。見分けの方法は。これとこれね。違いますからね。じゃあ今日は以上にしましょうか。うん、今日は以上です。戦略としては、ロスカットを食らうまで、バイで行ってください。いらっしゃい。